です。チームもみじとチーム A です。じゃんけんお願いします。後出しか選択。これアンケートいいっすか。3票まで同キャラなしで。はい、先方キャサリン対ハート。なんかすごいことになってますが、おっとやっぱ引っかかった。一瞬で終わってしまいましたが、勝ったのはハート。このゲーム展開が早くて、よそ見してると一瞬で終わってしまう。で次はハート同キャラ戦。これはアルカナも一緒と新勝利コンボを若干落とすが、逆にコンボを決められる。と投げコンビング裏回ってジャンエーからのコンボ、たまらずバーストと反射して空投げ1本取るのはハート。どっちもハートだが、同キャラ戦ここに来て初めてですね。しっかりコンボ決める。あと下段取って、これはお
しまうか、ギリギリ残る、アッパー、アッパー決まって、勝ったのはハートもみじさんのハート。最後出るのはフィオナ、ハーゼフィオナ対アイハート。あ、一応次の試合の呼び出しをすると、アッセン A チーム対チームブチ、集まっといてください。お、これは若干ハート有利か、これは中断、なかなか厳しいハートの暴力が。おっとカウンターヒット、これはバーストもないフィオナ、やばい、めくった、これは残る。おっと、なんだこの謎の昇竜、これは、お、やはり勝利を狙ってくる。お、しっかり、あと、エクスカリバーが出なかった。おっと、クナゲ、これワンチャンあるかも、わからないが、おっと、あー、最後は勝利。勝ったのはチームもみじ。はい、アッセン A チーム対チームブチ。ロマ様始まるよ。あとはブチさんと、あとは、あといないのはラスさん、ラスさんはどこ、ラスさん、ラスさん、あとブチさん、ブチさんとラスさんどこですか。ラッサンいた、ブッチさんは、ブッチさん、あ、いる、あ、クイズ、クイズやってる。じゃあそうですね、まあじゃあはい、始めましょう。
はい、これが準決かな、準決ですね。先方出るのはアンジェとサキ。おっと、ニーアーマーにイーがついて、しっかりコンボ決めるのアンジェ。おっと、ここでサキがニーエ刺して、あ、ニーエ指導若干安かったが、まあしょうがないでしょう。おっと、4Dからしっかりコンボしたが、あ、裏回りで当たったぞ。これは超ブリューで読んでいたか。カウンターたまらずバースト。で、お、めくった。ダウン追い打ちの超パンで一本取ったのはアンジェ。2ラウンド目、さっきはバーストないが大丈夫か。おっと、カウンターだったが若干取りこぼして、おっと、うまい、しっかりシーブ流の無敵で石避けてコンボする、めくった、オルナ、オルナコンできんず、おっと、オールナで崩す。おっと、ゴーム入れ込んでた。これ大きい攻め避けられるか。おっと、引っかかる、バースト回復してたから、あっ、これは決まらない。お、空投げ、うまい、飛び空投げで勝ったのはアンジェ。光アンジュ対雷マオリ。開幕アンジュがディビジョン。おっと、ミルドキック当たって若干赤かったが、しっかりダメージ稼ぐアンジュ。マオリはと、なんとか触りたい。あと、ここで、フォトンが引っかかって、これ、崩しに行く、マオリ。と、中段引っかかって、しっかりコンボ決める。で、めくって、たまらずバースト。横跳ねで、なんとか切り返したいが、と、バリバリ当たって、一本取ったのはアンジェ。あれ、なんて言うんだっけ、あ、ちょっと忘れました。しっかりコンボ EF コン、ニーシー締め、マーリン、マーリン固めで、これは痛い、カウンターヒット。ちょっと化けたか、しかし空投げでフォローして、しっかりと、あー、総裁からの発生保証やったが、ギリギリ抜けられた。で、縦跳ねで崩して、セッカー、コンボ、しっかり決める。これは、決まってしまった、勝ったのはアンジェ。